すぐにできる3つの願望実現法系のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。願望実現法、皆さんは何か実践してるでしょうか？私はもう20歳ぐらいの時から願望実現法っていうのを、まあ、いろんな人からこう、まあ、探し求めてたわけじゃないんですけども、いろんな人からこうね、自然とこう教えてもらったっていうのが、まあ本当のところなんですけどね。で、まあこういう話を整理していくと、いくつかね、願望実現法っていうのがあるっていうのを気づきました。で、今日はその代表的なものを3つね、紹介したいと思います。まず1個目なんですけども、これはまあ昔からよく言われてますよね。紙に書く。願望ね。うん。いついつまでに、これこれこうなった。みたいなね、ことですよね。あとはお金の話でもいいですよね。12月31日までに、売上を500万円達成するとかね。そういうのでもいいんですけども、まあ、そういうのを紙に書く。そして、見えるところに貼っておくってことですね。まあ、そうすることで、目からね、ビジュアルからそれが飛び込んでくるので、自然とですね、脳がそうするにはどうしたらいいかってことを考え出していくっていうね、そういう効果があるわけなんですね。これはいろんな人使ってると思います。紙に書くっていうのはね。だから、例えばデスクトップパソコンであれば、そのモニターのところのね、背景でいいな。背景のところにそういった願望を書いておくとか、まあスマホのね、背景とかそういうのでもいいと思うんですけども、そういうので、まあごくごく自然にね、目に入ってくるところに願望を書いてあると、それがどん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 潜在意識の方に行って、自然とですね、その実現するにはどうしたらいいかっていうので行動が変わってくるっていうね。で、まあアイデアも生まれてくるっていうようなことが起こります。これがまず1個目。じゃあ2つ目は口に出すってやり方ですね。まあ、紙に書くのよりも、多少努力はいりますよね。紙に書くのは 目でね、こう、ガーンと飛び込んでくるんでいいんですけども、口で言うってことは多少体力使うんでね。じゃあ何回言ったらいいんだって話もありますよね。うん、何回がいいとも僕一概に言えないんですけども、まあ、口で言う。で、口で言う時のポイントとしては、まあ先ほどと同じようにね、12月31日まで売上500万円達成しますでいいんですけど、それを口で言います。で、じゃあいつ言ったらいいかっていうと、やはり眠る直前とかいいらしいんですよね。うん。っていうのは、徐々にほら、眠る直前になってくるとうとうとっとしてくるじゃないですか。そういう時っていうのは、言葉をね、発すると、まあ自然に潜在意識の方にインプットされるってことなんです。すごい昔に、睡眠学習ってのあったのご存知ですかね。枕あるんですよ。で、枕のところにあるテープレコーダーみたいなのが仕込まれてるっていう感じなんですよね。で、そこに自分でいろいろと願望だとか、テストで覚えたいようなことを録音して、それを寝るときに聞きながら寝るんですよ。要は枕のところに寝るとそこからなんかスピーカーついてて、さっきね、録音した声がずっと聞こえてくると。それを、まあ、1時間か2時間、寝りっぱなに聞くっていうのを睡眠学習って言ってね。実はね、うち母親がね、私に買ってくれたんですよ。僕はあんまり効果なかったんですけど、私のいとこが、それ使ったらめちゃくちゃ効果があるって言って、よしって言って、うちの母親がそれ聞いて俺に買ってくれたんですけど、残念ながら僕はあんまり効果なかったですが、ただ、それは、効果があるって人結構います。営業マンでもいらっしゃいました。寝りっぱなに、今月の目標500万円達成とかって5、6回言って毎日寝るんだそうです。そうしたらね、達成したって言うんですよね。まあ、この口で言うね。しかしその口で言うのも、その、眠る直前とかそういう時の方が効果的ですよっていう話なんです。さあ、ここまで来ました。二つまでね。このね、二つは、もしかしたら、聞いたことがあるっていうか、何らかしらの願望を実現しようと思った人ならば知ってる情報だと思います。ここからです、問題は。三つ目はさあなんだ。これはね、名前は言いませんけど、某有名な方から教えていただいた願望実現法です。先ほど口で言うって言いましたよね。口で言うのもいいんですけど、鏡ってあるじゃないですか。で、鏡を見ながら口で言うっていうやり方なんですね。
12月31日までに売上500万円達成、12月31日まで売上500万円達成って鏡を見ながら言うってやり方で、鏡見ながらって結構いいらしいんですよね。なんでいいかっていうね、理屈はいろいろあると思うんですけども、私もちょっとやってみました。で、私の場合は鏡見てやると、なんだろう、自然にね、笑顔になってしまうんですね。で、こうガッツポーズが出たりするんですよ。12月31日までに売上500万円達成みたいなね。これ口で言って、鏡見ずに口で言ってるだけど、ポーズは出ないんですよ。ところが鏡見た途端そういう風になってくるので、何かしら願望実現法のインプットが強化されているような気にはなってますね。で、この実験、そうですね、かれこれ1ヶ月まで行ってないんですけども、3週間ぐらい今私実験してます。で、そのね、間ね、今のところ、そうですね、結果はまだ出てないんですけども、行動が変わるってことは確かですね。どういうふうに変わるかって言ったら、まあ、何月何日まで何々するっていうわけじゃない。その、何月何日まを目標に何かやろうっていうふうに潜在意識が働くんでしょうね。そうすると、いろんなことを考えるぞ。で、アイデアが出てくる。で、そのアイデアを行動にしていって、とにかく行動量が増えるってことは確かと思います。で、行動量が増えれば目標に近づくってことですよね。行動しない限りは何も起こらないですから。で、この鏡を見ながら口で願望を言うっていうね、これ聞いたのは実は私初めてでした。冒頭ね、二十歳の頃からいろんな人からね、情報をこういただいてたって言ったんですけども、これを教えてくれた人っていうのは、今回ね、この有名な方なんですけども、その人の話が初めてだったんで、ぜひやってみようと思って今トライしております。また、どうなったかっていうのは、この動画とかメルマガとかでご紹介していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。そしてこれをご覧のね、皆さんもぜひそれチャレンジしてみてはいかがでしょうかっていうお話です。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学のご案内です。このメルマガ本当に無料でいいんですか、長谷川さんって何人もに言われています。週8本、あなたのメールボックスにお届けいたします。そしてもう1個の無料プレゼントは法人営業新規商談を激増させる方法。ああ、今月もちょっと商談が少ない。なんとかして新規商談来月はいっぱいしたいな。こんな悩みをお持ちの営業マンの方、この電子書籍をお読みください。そうすれば新規商談激増させるにはどういったやり方がいいのかなっていうヒントいっぱい書いてありますので、ぜひダウンロードの方よろしくお願いいたします。